人の気持ちが全くわからないドカピカは彼女のバーの売り文句でチョコレートがもらえると告知するも、先輩におごってもらったチョコを先輩の家のゴミ箱に捨ててきたことを思い出させてしまう。次回珍宝の件、アホウドリがおごってくれるやん、もう酸なんて飲まれへんねん。珍宝を引っこ抜いてのびりちぎる。